つけた自分のすごい大切なおもちゃで遊び道具なん でやっぱそれを外れちゃうとやっぱダメになってくるのかな。最近少し忙しくなってきて、おもちゃで遊びだって言いつつもでも食うんだとか今月の家賃がとかそんなのを考えるようになってるけど、やっぱ大事なとこはもともと遊びだったんだよねっていうところが今一番大事にしてる。稲取ってところで海と山がこういうふうにあるところだったので、そこの小学校中学校にも桜の木があって、そのさくらんぼを取りながら桜の木に登ると伊豆の大島が見えるとか、木っていうのはそのいつもそのなんだろうな、ちっちゃい頃からこう下界目の前にある現実からちょっとだけこう離れてちょっとこうメルヘンな世界に行けるような、俺は割と体も弱くて、運動もそんなに得意じゃなくて、じゃあ勉強ができるかすると勉強もできなかったので、割とこう空想の中にいることが多い、割と中学ぐらいまではいじめられることが多い子だったので、とその中にいたな。後で気がついたことは、それはトリハウスをやり始めてなんでですかって言われるようになって、あ、そういえばって思い出したことで、ちっちゃい頃からずっと木が頭の中にあったわけじゃないんだけど、でも古いお家に住んでいたので、そのお家にイチョウの木があって、ここも随分登ったことがあって、でもある日切られたので、なんで切られたのかは理由はわからないんだけど、やっぱその何でもないけど木ってあるだけでは、でもそれがなくなった時に随分寂しさを、なくなっちゃった、なんかその風景の中に木がなくなっちゃったっていうのは随分自分ではショックだった。うん、ジャックと豆の木みたいなっていうか、こうなんだろうな、こうね、まあ、植物ってその樹木と植物って植物って言われるとでもうちょっとちっちゃいものをイメージの中では草本というか樹木じゃないものがなんとなくの感じとして植物で、樹木っていうのはもうちょっと違う、こうもうちょっとその存在感の長い大きな生き物で、やっぱそれのもうそうだな、20メートルを超えるとだいぶ下界とは違う世界になってて、見えてないものがどん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 こう見えていくわけで、60メートル登るとだいたいその一山はスパッとこう見えるとか、でアメリカのそのレッドウッドとかセコイアなんかはもうこの部屋よりでかい、中を車が通れるようなものなんで、それにロープをかけてその上に登っていって、上でハンモックで一日寝て朝コーヒーを飲んで帰ってくるとか、それは自分にとっては本当にこう今までない空気とない視界をこう味わえて、だから何が変わったわけじゃないんだけど、上にいる時よりも降りてきた時にロープをこう通じて降りてきた時にこう G を感じるっていうのかな、こう地面だっていうか重い感じを、うん、すごく感じる。あとこうやっぱ匂いとかこう風の揺れ方とか、同じ高さのこう人工的な建物に登ったのとはもう絶対違う何かがやっぱりあ